今週も筋肉マン読んできたっす。はい。291話。総大将、死。のっけからね、まあ前回の2プラトンに続いて、ブロッケンがね、とソルジャーの2プラトンが見られました。なかなかね、アドリブでもね、こういう技は出てきませんよね。本当に息の合ったプレーをしてるんだなというのは伝わってくるんだけどね。ソルジャーがとうとうその、オメガマンと戦うことを要求していくんですよ。で、オメガマンと戦うんだけどね、なかなかここの、華やかなこう技の繰り合戦というかね、やってまして。ほんでまあ、最後はですね、オメガマンがですね、フォーフィンガースプラッシュっていうので、ソルジャーを倒そうとするんですね。ところがソルジャーはですね、そこでですね、筋肉王に伝わる肉のカーテン、これっすね。これで防ぐんですよ。で、終わるんだけど、身も蓋もねえやっていうね。肉のカーテンといえば僕ね、子供の頃真似しました、あれ。筋肉マンごっこじゃないけど、なんかこう、小学校低学年の子ってこう、軽く喧嘩じゃないけど、蹴っ飛ばしたり殴り合ったりするじゃないですか。今の子はやんないかわかんないけど。で、僕はこう、肉のカーテンってやったらね、股間を蹴っ飛ばされました。で、白目向いて倒れました。じゃあまた来週。身も蓋もね。